ケ福フクイさんは台湾の平東県出身のプロ野球選手。左投げ左だ。海吉大学から2007年に中華職業棒玉大連盟の中心ホエールズにドラフト指名され入団。2008年最多奪三振のタイトルを獲得。2009年1月13日にデトロイトタイガースとキャンプ招待選手としてマイナー契約を結んだ。 同年6月28日には台湾人6人目のメジャー昇格を果たした。2012年5月にトミー・ジョン手術を受けた。その後8月7日に放出された。2013年は前年行った手術のリハビリに費やした。オフの11月には台湾で開催された2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北への チャイニーズ台北代表に選出された。12月13日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2014年3月29日に放出され、独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。その後、同リーグのカムデン・リバーシャークスへ移籍した。2015年もカムデンと契約したが、5月31日に対談となる。 6月29日に台湾プロ野球のドラフト会議で、時代イノズの指名を受け、7月18日に契約で入団。オフの9月30日に、第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2016年開幕前の1月29日に、サムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表27名に選出された。 ことが発表された。3月6日の第1戦に先発登板している。2017年1月23日に第4回 WBC のチャイニーズ台北代表メンバーが発表され代表入りした。2020年のオフにトミクニを自由契約となり、2021年は中心兄弟と4月24日から1ヶ月限定でスポット契約。2軍で8試合に登板した。 左のサイドスローから投げる、最速時速152キロメートルの速球と、スライダーが持ち味で、2008年には中華職業、棒玉大連盟最多立つ三振に輝いた。同年の北京オリンピックにも出場している。ニックネームは、土地高、ニードフード。ガンプラ収集とサバイバルゲームを趣味としている。CPBL を経由し、MLB でプレーした初の選手である。 ありがとうございます。